2記航空の A321 から231 2記航空とはオーストリアのウィーン国際空港に拠点を置いていた国際線格安航空会社である創業者は往年のな F1 ドライバーであるニキラウダであるニキラウダはかつて自らの名字を付けたラウダ航空を経営していたが機体の欠陥による墜落事故をきっかけにラウダ航空は経営難に陥り オーストリア航空に2000年11月に経営権を譲渡した。その後航空業界に再参入するために2003年、ドイツのアエロロイド航空のオーストリア市会社、アエロロイドオーストリアを買収し、自らのファーストネームをつけた2機航空を設立した。資本に関しては、ラウダと共にエアベルリンが24%を設立時に出資し、後に エアベルリンの出資比率は49.9%へ引き上げられている。経営方針に関しては、エアベルリンと同様に低価格かつ高品質のサービスを売りにしている。航空券の座席予約システムは、エアベルリンと同じく、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用していた。2010年7月に、エアベルリンがワンワールドへ加盟する方針を表明したことに伴い、 日期航空も2012年3月20日より、同社のアフィリエイドメンバーとして、ワンワールドに加盟した。2015年6月14日より、エティハド航空とのコードシェア便で、アブダビ k u e イ,イコール、ナリトと、アブダビ、北京 k u e イ,イコールチューブセに就航している。2016年には、ドイツの旅行会社で、参加に、複数の航空会社を持つトイグループとの間で、 日期航空を母体とするレジャー航空会社を設立することを計画していたが2017年6月にこれを断念した。2017年8月15日、提携関係にあったエティハド航空からの支援打ち切りに伴いエアベルリンが破産手続きを開始したが日期航空はエアベルリンともども運航が継続された。なおエアベルリンは 同年10月27日に運行を停止している。2017年10月13日、ルフトハンザ航空は、エアベルリングループとの交渉を経て、2機航空と LGW の買収契約の締結を発表。買収する2社は、ユーロウィングスに吸収し、急速に成長を進める、新ブランドの運行規模を拡大する方針であった。しかし、欧州委員会が、 競争環境への懸念を示したことで買収を諦めたため、2期航空は同年12月14日に運航を停止した。2017年12月29日には、インターナショナルエアラインズグループが2期航空の資産を購入し、参家のブエリング航空が設立する子会社で運航する方針を発表したが、交渉が不調に終わり、2018年1月に創業者のラウダが、 トーマス・クックグループなどと組む形で同社を買い戻した。ラウダは2016年に別のビジネスジェット運営会社を買収、ローダモーションのブランド名で経営を行っていたことから2期航空の資産を同社に移管し、2018年3月よりローダモーションブランドで一部路線の運行を再開したが、実際の運行業務はトーマス・クックグループのコンドル航空に委託された。なおラウダは 同月にローダモーションの株式の大半をライアンエアーに売却したため、コンドル航空との契約は早くも同年4月に終了し、以後はライアンエアーとパートナーシップを組んでいる。2017年4月現在、保有機材は以下の通りである。日記航空の A320 から200。ありがとうございます。